ブレイバーン9話は衝撃展開だったな。いろいろありすぎて何が起こってるのかわからなくなってしまったわ。では今回は9話を振り返って、スミスがどういう経緯でブレイバーンになったのかを解説していくぞ。まず、今回の流れで重要になってくるのがグーヌスだ。スミスと戦っていたデスドライブズね。グーヌスは陰頭を司るデスドライブズで、宇宙一の快楽の果ての死を求めている変態だ。ブレイバーンともフォルムが似ているような気もする。庭でブレイバーンが熱いパトスという言葉を使っていたが、この言葉はグーヌスも使っていた。ブレイバーンの変態的な言葉回しはグーヌス譲りってわけね。まずグーヌスの目的についてだ。デスドライブズはこの超大型母船があれば何度でも復活することができたんだ。7話で倒したはずのクピリタスが復活していたわね。しかしクーヌスはたった一度しかできない死を望んでいた。そこで自ら超大型母船を撃つことで、自分が復活できないようにしたんだ。ちょうどそのタイミングで復活していたクピリタスは巻き添えを食らった。クピリタスくんかわいそう。少なくともバニタスはこの行為に対して怒っていたので、一度きりの死は求めていなかったようだ。そしてクーヌスはスミスと交わりながら絶頂の死を迎えようとした。しかしスミスは諦めず、ライジングオルトスの奥の手、装甲を全パージして最後の攻撃を放った。その結果死んでしまったと思われたスミスだったが、精神世界的なところにスミスの意志がまだ残っていた。そして勇みの声を聞きまだ世界救ってねえと勇気爆発させ、ライジングオルトスのコアとクーヌスと交わった。すごい展開だわ。オープニングの溺れていくスミスが、謎の光に手を伸ばすシーンは、この光がクーヌスだったってわけだな。さらにスミスの腕がうっすらとロボっぽくなっていたのもこの伏線だ。スミス、ライジングオルトス、クーヌスが混ざり合ったのがブレイバーンの正体だったってわけだ。スミスの勇気、そしてなんか気持ちいいから好意的に交わってくれたクーヌスがこれを可能にしたのだろう。私は庭で勇みがルイスを見上げると、後ろにブレイバーンが重なって見える演出がかなり意図的だと思っていた。ほぼ同一人物って分かってから見ると、そういう演出だったのかって気づくわね。また、8話でライジングオルトスの模型の後ろにちょうどブレイバーンが描かれた壁があったのもそういう演出の一つだったな。今見返すと新たな発見がたくさんありそうね。スミスがブレイバーンになったところまでは分かったわ。でも超大型母船は破壊されたのにどうやって復活したの？クーヌスが時を巻き戻す能力を持っていた。おそらく、その能力を使って過去に戻り、1話時点で存在している超大型母船から復活したのだと思われる。そして勇みの名前も知っていたのも、元スミスであるから当然。熱血なのはスミス譲り、なんか気持ち悪いのはクーヌス譲り、常に状況を把握している素振りだったのは、スミス時代に一度体験しているから。一気に回収されたわね。そして現在に至り、バニタス&ペシミズム戦。ルルの応援もあり、勇みの勇気が頂点に達し、1話時点でまだ早いと言われていたレバーを引き、ブレイバーンがこそこそ作っていたバーンドラゴンと合体する。合体工場はまさかのカラオケシステム。1話で勇みが必殺技名を叫べたのも、この字幕が出てたからだと思うと面白い。そして合体した姿が勇気合体バーンブレイバーン。監督のツイートでもあったが、オープニングのタイトルロゴの後ろはバーンブレイバーンで、1話から実は登場していたんだ。さらにバーンブレイバーンは勇みとかなり似ている。バーンブレイバーンが青白赤のトリコロールカラープラススミスの髪色の黄色でできているところとか、サングラスをかけているように見えるところとか、そして圧倒的力でバニタス、ペシミズムを倒した。作中で私はブレイバーンだと何度も言っていたのは、スミスとしてではなくブレイバーンとして勇みと共に戦っていくという決意なのかもしれないな。最後はこれからの展開、残った謎を考察していくぞ。まずはデスドライブズ。7つの大罪が元ネタと言われており、オープニングでも1話から登場していたスペルディアを除いてシルエットが6体映っている。今倒したのがクピリタス、クーヌス、バニタス、ペシミズムの4体ね。残るはこの2体で、フンヌと暴食に対応するデスドライブズだろう。正直バーンブレイバーンが強すぎて負ける気がしないわ。そうだな、だから普通に戦うのではなく残り2体との戦いで物語の真相に迫ると思う。物語の真相って？今回確かに大きな伏線回収があって最終回のような気分だが、まだまだ謎な部分が多い。真相を知っていそうだと思っていたブレイバーンも、実はスミス時代に経験した9話のクーヌス戦までの展開しか知らないことが判明した。気になる点は、ブレイバーンが存在しなかったループ0回目はどうなっていたのか。ブレイバーンがまだ時間巻き戻し能力を使えて0回目世界線に行くことでタイムパラドックスが生じ、無限ループしているみたいなことも考えられるな。何それ怖い。
もう一つ気になるのは8話でクーヌスに真っ二つにされた上に3回も爆破されたヒロが9話で生存していたこと。8話で左腕を負傷していた響きが、9話では左腕の負傷がなくなっていて、頭に包帯を巻いている点。いろいろおかしいわね。これらのことからとある予想ができる。私たちは核は同じ世界線の話だと思っていた。しかし本当は核はちょっとずつ違う世界線の話を放送していたんじゃないかと思う。これまでの話でも世界線が違うからで説明がつくシーンがあるかもしれないので、そういうシーンを見つけたらコメントで教えてほしい。次回以降はルルとスペルビアがキーになってくるような気がする。次の展開が待ちきれないわ。今回の動画はここまでだ。ブレイバーンの感想、考察動画はまた投稿する予定なのでよかったらチャンネル登録お願いします。皆さんの感想、考察コメントもお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。